そうですね。当時、私は韓国で、舞台のお仕事をしてるときに、台本が送られてきて、当時時差があって、まあ、2、3ページだけ読もうかなと思って台本を読み始めたら、もう最後まで止まらなくて、すごく感動しまして、こういう難波靖子さんというすごい方がいらっしゃるということも存じ上げてなかった分があったんで、大変感動というか心が痛みまして、これはぜひぜひやらないといけないなと思って、まずはリサーチですよね。実話ということで、すごくやっぱり大きな責任感があると思うんですね。で、まあ、1996年で、まあ、20年前弱のことですので、当時やっぱりあまりマスコミとか出てらっしゃらなかった方なんで、リサーチ的にはちょっと難しい部分もあったんですけれど、当時難波さんと一緒にエベレストにいらっしゃったガイ・ポターさんとか、実際のヘレン・ウィルトンさんとかといろいろお話をしまして、靖子さんはどういう方だったんだっていうリサーチをお話をした上、実はネパールのロケで撮影中に、すごく素晴らしい出会いがありまして、ルクラとナムチェバザールの間のにすごくもう恐ろしい吊り橋があるんですけれど、そこで撮影をしてる時に、後ろから急に「あっ、難波」っていう声が聞こえて、私バックパックの後ろに「難波」っていう漢字で名前を書いてたんですけれど、それを見た方がいらっしゃって、後ろ向いたら日本人の女性と男性の方が立ってらっしゃって、お話を聞きに行ったら、実はその女性の方が難波さんの知人であったっていう、すごいそういう偶然以上というか、何て言うんですか、もう奇跡的な出会いがあって、で、その方ともいろいろお話をして、難波さんのことについて教わって。っていう感じでしたね。そうなんです。バルトはもう本当に、パッション、すごいパッション持ってる人なんですね。で、アイスランド人っていうこともあって、もう本当にバイキングみたいな感じで、すごく男らしい勇敢な方で、すごくアウトドアが好きな方で、馬も飼ってらっしゃるということで、すごいそういうアウトドアとかに慣れてる方で。で、もう最初、本読みの時点からリハーサルの時も常に言われていたのが、演技をするな。で、これはもうとにかくリアルに、もう本当に演技をする必要はない、そういうリアルな環境に我々演技者、役者を入れますので、とにかく演技をするな。で、毎日のように言われましたね。で、さすがにやっぱりネパールとか、特にイタリアのアルプスの雪での撮影、まあそうですね、毎日マイナス26度とか30度の極寒となると、本当に演技をしなくてもいい状況だったんで、面白いことに、もうメイクさんももうほとんどもうまつげも凍ってるし、髪の毛も凍ってるし、もうやることないねみたいな感じで、そういう意味ではもう本当に得難い体験というか経験というか、演技もほとんどなしっていう感じでしたね。すごい五感はびっくりしました。各自いろいろやったんですけど、私の場合は、知り合いがパーソナルトレーナーの女性の方がいまして、で、彼女と多分1、いや2ヶ月ぐらい毎日トレーニングをして、それで映画にも出てくるガイ・ポターさん、コンサルタントで、映画に立ち会ってくださったんですけど、彼ともいろいろ話をして、どういうトレーニングが一番いいのかって聞いたら、まあ、筋肉とかそういう問題ではない、スタミナだから、スタミナとパワーって言われて、大きなリュックにダンベルとか重いものいっぱい入れて、とにかく長距離歩く、山を登る、坂を登る、そういったスタミナのトレーニングが主でしたね。そうなんですね。で、あと、高度順のそういった酸素不足の状態で自分がどうなるかっていうので、キャスト全員でリハーサルの週に
ロンドンからちょっと行ったところにある、そういう気圧タンクっていうか、そういう、アルチチュードチェンバーっていうのがあるんですよね、はい、そこにみんなに放り投げられて入って、中でこう、はい、今から1000メートル、2000メートル、3000メートルっていう感じで、そういうトレーニングみたいにもして、もうその時点で、あ、この映画の撮影はすごいことになりそうだなっていうのが分かりましたね。いやー、もういっぱいありますよ。いや、いっぱいやりすぎてどうしよう、もうとにかく毎日がびっくりだったんですよね、はい、でやっぱりそういう環境に入るとみんなすごく、あっちではボンディングっていうんですけど、すごく仲良くなっちゃうんですよ、はい、やっぱりもう家族みたいに、はい、だっていまだにもうなんか、この前あのロサンゼルスのプレミアでもう本当にファミリーリユニオンみたいな感じで久々に会って、もうなんか涙が出てくるぐらい一緒に経験したっていう、なんて言うんですか、何々組じゃないけれど、そういう感じだったんで、まずはそうですね、やっぱりネパールがまずはびっくりでしたよね。その予告編にも出てくるんですけど、すごく高い怖い吊り橋があるんですけれど、ルクラとナムチェバザールの間で、そこを通らないとエベレストには行けないっていうことで、うんうん、はい、私高所大丈夫だと思ってたんですよね、はい、でもいざ橋を渡ろうとしたら、もう体がもうノーと訴えるように膝がガクッとなって、もう動けない状態になっちゃって、はい、でそこにあの私のヒーローのジョッシュ・ブローリンが走ってきて、さっさっさっと、はい、で私の手を握って、さあ一緒に歩こうみたいな感じで、うん、一緒にこう橋を渡って、何回もな、大丈夫だろうみたいな感じで、ありがとうみたいなことを言ってたら、彼の方こそありがとうって、彼もダメだったらしいんですよ、怖い、怖くて、はい、だから助け合ったという感じで、であとやっぱり高く行けば高く行くほど、まあ、酸素不足になってきますし、はい、一番私は個人的に怖かったのが、高山病の中でその寝てる時に無呼吸になってしまう、で、まずとにかく寒いんですよね、何もかも着て寒い、はい、でお湯が唯一1時間出るっていう時に、お風呂とかシャワー浴びる、はい、それでも寒すぎてマイナス28度とかで、もうその中こう一生懸命頑張って 寝て、それでやっぱり体が起こすんですよね、呼吸してないと、はい、あ、呼吸してない、それが何回も起きて、それがちょっと怖かったですね、一番で。でも本当に楽しいことはいっぱいありましたよね、本当にもう24時間体制で一緒でしたんで、うん、はい、もう朝昼晩もう飽きるほど一緒にまたあなたと食事みたいな感じのだったんで、でも本当にもうすごくいい仲間たちっていうか、なんか新たに お兄さんというか兄弟が増えたみたいな感じで、はい、未だに連絡も取り合ってますし、すごく素晴らしい。でもやっぱりこういう経験を一緒にすると何か違うんですよね、はい、一緒にこう乗り越えたっていうか、うん、辛い時も一緒だったし、はい、励まし合って助け合ってっていうのが毎日のようにあったんで、もうとっても特別なスペシャルな関係ですよね。まずは勇気を持ってやってみることですね。やっぱりチャレンジというか、まあ、もちろん努力とかありますけれど、多分やっぱり言葉ですかね。英語の方を頑張っていただいて、本当にどん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 グローバル化というか、グローバルにユニバーサルになってきてるんで、ぜひぜひ皆さんにも頑張っていただきたいと思います、はい。TV グルーヴをご覧の皆さん、こんにちは、森直子です。今回、世界最高峰のエベレスト 3D が公開されます。ぜひとも大きな映画館で見に行ってください。 3D ならではの迫力なので、ぜひともこれは iPad とかではなく映画館でご覧になっていただければ幸いです。